皆さん、こんにちは。こんばんは。今日はですね、YouTube の不具合に関する動画になります。いろいろとね、不具合があるらしくて、今、撮ってる現在。で、何で不具合になってるかっていうと、何で不具合になってるかっていうと、アナリティクスのリアルタイムが1時間ごとに更新されるんですけど、それが今、不具合によって、できなくなってるっていう風に書いてありましたね。あとはカスタムサムネイルができないとかっていうのとかいう方もいるみたいですね。カスタムサムネイル認証ね、必要なんですけど、それがしたのに使えないっていう方とか、あとはコメント欄ですよね。いいねあるじゃないですか。いいね押したのにそれが消えちゃうとか、それ他の方も確かに言ってたと思うんですよ。僕はいいねのあれ消えちゃうっていう症状はないんですけど、ちょっと近いよね。ないんですけど、最近ちょっとこういうのがちょっとね、多いのかなっていう、が多いんじゃないっていうふうに思われてる方っていうか、思う方もね、いるんじゃないですかね。ちょっとこういうの困るよね、やっぱね。だコメントをね、いつもしてくれてる方、反映してないっていう症状がなければいいんですけど、まだちょっと不具合があるようですね、今現在も。できるだけ早くね、復帰してもらえると嬉しいんですけどね。YouTube で問題、報告されている問題、そうですね、6月7日ですよね。チャンネル認証が完了したばかりのチャンネルでカスタムサムネイルが利用できない。あとは6月20日からですよね。9日ですよね。アップした動画がチャンネル登録一覧が表示されない。それは、ちょっとまずいよね。でも、1週間前のこの記事ですけど、これもちょっとね、普通その、ねえ、アップしたら普通はねえ、みんなに通知が行くじゃないですか。まあ、よく読んでくださいって書いてますけどね。表示されないっていうね。これが多分大丈夫なんじゃないかな、わからないけど。結構ね、YouTube のそのヘルプ的なものって結構わかりづらいんですよね。ちょっとね。YouTube スタジオもちょっとね、他の方も言ってたんですけど、使いづらいって言ってたんですよ。ただ、ね、この
アナリティクスのリアルタイムで視聴回数がね、棒グラフみたいな感じで見れるんですよ。お見せしたいんですけど、ちょっとお見せするとちょっとまずいのでお見せできないんですけど、視聴回数のところがビックリマークになってますね。これ消えるのかね、これ。復帰したら、復旧したら。どうなんですかね。翔平さんとか同じようになってんのかな、他の方とかね。まあ本当はね、他の動画でなんだろう、ちょっとファーウェイの話をしたかったんですけど、ちょっと急遽ちょっとこの不具合の話をちょっとさせていただきました。この視聴回数リアルタイムでちょっと見られないってのは、ちょっとこれはちょっとまずいよね。僕とかは視聴回数ね、あのちょろちょろいい時はね行くんですけど、行かない時は本当こういう感じなんで、だからあのまあね、前よりかはまあ増えてきてはいるんですけど、前よりかはね、ただね、動画でね、なんとかしてでもあのね、見てくださいお願いしますなんてね、強引できたら絶対あの見てくれないと思うんでね。まあでも登録者もね、まあ増えたり減ったりなんで、まあそれはなんとかコツコツやっていかないとなっていうのはまあ思ってはいるんでね。あとコメント欄でね、画質がよく綺麗になりましたねって来たんですけど、スマホで今撮ってるんでね、ビデオカメラ、まあ返信したんです、話し取れるんですけど、こういうのに撮った方が絶対綺麗だよね。ビデオカメラも綺麗だとは思うんですけど、画質的には多分スマホの方が多分綺麗だよね。最近結構撮って出しが多いんですけど、まあこれとかはまあどうしようかなって感じで思ってはいるんですけどね。編集ソフトまだ入ってないんで、ちょっと入れてなんかやってみようかなと思います。あまりにもグタグタすぎる撮ってらっしゃるちょっとね、あれですもんね。あとは楽天の話もね、コメント来たんですけど、これどうなんだろうね。いや、スパムの可能性ありのところに入ってたんで、スパムか確認のために保留中、どっちかに入ってたんですよ。まあ、楽天のね、関する動画もこういうの食うだろうなって思ってたんでね。まあいいや、そういう話はいいや。リアルタイムで見られない。だから動画で視聴回数だっけ、視聴回数出てくるじゃないですか。ちょっと動画視聴回数出てくるじゃないですか。あの20何回視聴とか、これとかももしかすると影響してるってことなのかな。多分そうだよね。おそらくそういうことですよね。おそらくね。だからこういう症状がもしいれば、ちょっとコメント欄の方にお願いします。例えばそのなんだっけ、動画の、例えば僕だったらなんだろう、20
何回視聴とかっていうなってるじゃないですか。最近だと iPhone6S がバッテリーに関するメッセージが出た話のところ、視聴な何回視聴とかっていうあるじゃないですか。それが反映されてないとかっていうあったりするのかな。出したい動画があったんですけど、まあ急遽予定変更してちょっとやっております。困ったね、これは。まあ髪もね、綺麗に行きたかったんですけど、ちょっと今日天気悪いんでね、行けなかったんで、まあいい加減切りたいと思ってます。ごめんなさい。そこのところだよな。結構ね、こういうことあんまり言いたくなかったんですけど、最近結構ね、不具合多いよね。YouTube スタジオのこのコメント欄を見るには、ちょっと声変なガラガラな YouTube スタジオ見るのには、コメントを見るにはね、YouTube スタジオでコメント見ないといけなくなったじゃないですか。それになってからちょっとね、いいねボタン押したのに反映されてないっていうか消えちゃうとかね。あと読み込みが遅いとかね、僕の場合はないんですけど、他の方がそういうことも言ってたので、まあ、僕の場合はね、コメントちょろちょろなんで、読み込みそんな時間かかんないんですよ。コメントいっぱいね、来る方レベルになってくると、大物になってくるのね、1万とか2万とかになってくると、読み込み遅いってのは、まあ、サーバーもね、まあ、きっと、多分、遅いんでしょうね。時間かかるっていうか。まあ、そこんとこがあるよね。なんとかしてでも、早めに改善してもらいたいなっていう、ところはありますね、これは。これはまずいと思う。だから他の方もね、多分影響してると思いますっていうか、アナリティクスでリアルタイムに視聴回数がね、見られないっていうのは、どうなのかなっていう話でございました。まあ、またね、スマホ系の動画とか、あと、なんだろう。まあ、なんか、買いたいものが予定あるので、それあったら、また動画でやりたいと思います。この動画がね、よろしければ、グッドボタンとね、チャンネル登録お済みでない方は、ぜひ登録お願いします。あと、共有などね、してもらえると助かります。ということで、今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。